日の出とともにゲストの皆様こんばんは、小田健です。今宵も曇りなき眼、たけしがお届けしようかなと思います。皆さん、春ということなんで、たけしの左肩に桜を生やしてみました。どうですか、このパンと並ぶ桜、いいでしょう。はい、ズボンも脱ぎました。はい、春なんで。はい、じゃあ今回こちらぶっ飛んだステージということで、遊んでいこうかなと思うんですが、一応閲覧注意でお願いします。はい、ではやっていこうかなと思うんですが、ここにですね、ほら指名手配があるでしょ。今回ね、このね、物騒なおトーマスが出てくるみたいなんで一応夢崩壊要素があるんで、本日のはい注意してくださいね。はい、はい、気をつけてください。では行きましょうチャッキーたけしがもうチャッキーから離れちゃってる。アフロ尋常じゃなくでかいじゃん、何それ可愛いですね。はい、今回もいろんな、ボルデモート教になるたけし教のたけしたちが見られますが、いかがでしょうか皆さん。なんか向こう側にすげえのいんな。はい、なんだこれすごい子がいるぞ。さっきまでね、なんかアンパンマン衣装着てましたね。ムッキムキのアンパンマン着てた。はい、じゃあ戦士たけし工事するんじゃない、そこで何してんだお前は。毎回工事するな。はい、ここはショップかな。どっから行くんだろう。はい、あ、カニたけし久々じゃないか。はい、カニたけし現れるたんびに俺カニたけし言ってる気がする。はい、カニたけしとペンギンたけしはなんかすごい個人的に可愛いって思っちゃうんですよね。はい、では行きましょう受験生日本兵という名の受験生ですが、悪代官みたいな格好してますね。まだチャンネル登録してないそこの君、今たけしはレールの上で寝転がってるよ。まだチャンネル登録してなければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。よっしゃ、それで行くか。みんなついてくるんだ。あ、なになになに、急になんか怖くなったよ。そこで本日のはーい2度目するんじゃないよ。何してんのお前は。なんか怖い音がする。はい、みんな準備はいいか。はい、じゃあやっていきましょう人面グッドボタンくんがすごい生えてる映えですねここのステージ。はい、ではちょっとやっていこうかなと思うんですが、はい、じゃあしばらく待っていきましょう。音が強くなってきたな。うわっ、なんだこれ、普通の列車かな、それともおトーマス。はい、俺おトーマスって言うからね一応。おトーマス、え、これでもなんか違うよね色が。普通の列車感がありますが、あ、なるほど、列車が過ぎたらいけるようになるのね。みんな行くぞー、準備はよろしいか。すごいな荒ぶってますね。今ここにいる方たち全員たけし教ですよ。はい、あ、すげえ、これ OB になってんだ。へえ、これ下になんかある。ああ、落とされた下にいたな。こっからやるのか。てかみんな聞いてよこの音、こいつらだったこの子たちがこの看板で遊んでるからガンガン言ってんだね。なんか怖い音するなと思ったら後ろで聞こえてたのね。待ってみんな、これ靴の音もよくない、ほら怖っサメたけし越しのたけし怖っアンパンマンに変身すんじゃないよ、ムッキムキじゃないかムッキムキのアンパンマンに小鳥乗せんな、何してんのお前はああ首がゴゴゴゴゴゴと一緒に回っちゃいましたね。お、開いたぞみんな。さあみんな行こう、準備はよろしい、たけし。さあ行きましょう皆さん、落ちないようにね、気をつけろ。見えねえ見えねえ、ダメ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 、後ろの子見えないよ。危ねえ危ねえ、はい、後ろからなんか来てる。俺はさっきやつに飲まれたのか。え、なんで君は浮いてんの。うわ、怖っ、下にもいると思ったら後ろにもいたんだね。来る来る、待て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 、あいつ追ってくんだ。え、来てる来てる来てる、怖え怖え怖え、これギリギリまで粘んのいいね。先陣切ってみんなたけしく行っちゃったあー怖い怖い怖いこれこっちでいいの。うわ、すげえよくできてんな。あ、待って、これ火に当たるとあの、やけどしちゃう。そりゃそうか。はい、いていていて、体力あるんだね。これ削らないようにうまいこといかないと死んじゃうから気をつけていきましょう。はい、え、UFO? なんで、どういうことどういうこと UFO って。あー来てる来てる来てる、危ない危ない危ない、踏んじまった今のスライムみたいなやつを。後ろから来とるで、
この余裕を持たずに逃げる感じ、そわそわ感マックスですね。うわー、何それ。生きてんだけど大丈夫これ。桜生やすんなお前。あ、何ここ、すごい、危ない危ない。また本日の範囲3度目やるところだった。何この螺旋中の螺旋階段、怖っ。はい、どうやって走ってんの。このトーマスどうなって、あ、言っちゃった。このトーマスはレールなくてどうやって走ってんの。なんだお前は、なんで定期的に出てくんの。いいよもう、普通の顔してたな。後ろから不気味なトーマスと前から普通のトーマスが、はい、先ほどね異常なアンパンマンがいましたが、あそこそマスか、うん、やつはどこ行ったんでしょうね。なんだなんだなんだ、バッ、えたけし、たけし大丈夫かお前。首がぶっ飛んでたぞ今。さあ行くぞみんな、逃げよう。はい、もう来てんだね。なるほど、結構序盤から来るんだ。逃げよう逃げよう、さあさあさあみんな行け、ほらほら俺最後でいいや、ほら行け行け行け、逃げろ逃げろお前。すごいエアーでルームランナーやんじゃない。よし行くぞ、ほら限界だなこれが、そろそろ迫ってきちゃう。よし OK、よしライトこれつけないとダメそうだね。みんな気をつけろ、ここ燃えてるからな、当たると燃えちゃうから。うん、すげえ当たり前のこと言ったの俺。電車の中入ってまいりました。さあ、おい、危ない危ない、今ハマっちゃったんだよ。完全にたけしが角でついてましたよね天井を。いや待って、これ瀕死状態よ、回復しないかな。あ、でもちょっとずつ回復してってるね。あ、気をつけよう、この緑の駅に。はい、気をつけろ、ちょっと母国語がね興奮してしまうと出てしまうんでよろしくお願いします。さあ、あぶないぶないぶない、これがねやかましいんですよ、パーン言うんで。言わないんかい今回は。何なのさっきとの差は。はい、あ、後ろのトーマスがいろんな仕掛けを破壊してってんだ、だからさっきから爆発音すんのね。うん、自滅じゃん。さあトーマスが来る前にみんな逃げるんだ。ここは爆弾のコーナーだよね、気をつけよう。さあやめろよ、触れるなよ、死んじゃうからな。うん、押すなよ押すなよっていうノリじゃないからな、この触れるなよは。気をつけろここ、あれ、はい、よし OK。 さあさあさあ、ちゃったよあの子、大丈夫か。大丈夫ではないな、うん、それだけは言えるわ。何して今たけし一瞬なんか体操し始めましたよね、樽の上で。はい、こっち側はなんだこの爆発音は。大丈夫か、これいけないじゃん。え、見えない壁こと MK フィールドがここにも貼られてる。うん、後ろから来ちゃうよ、ほら来てる来てる、早く早く早く開くんだ。うん、ここで早く早く言ったらトーマスの方に早く早くって催促してるみたいだからね。え、いけない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 、なんで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 、あー、いけたいけたいけた、ギリギリでいけんのねこれ。で、どっかの電車に乗れみたいな感じじゃない。あ、あ、来てる来てる、これ乗んないとダメだよ多分。みんな乗れ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 、こっちで多分。あー、誰かやられちゃった多分。あ、これ折り返すんじゃない、ひょっとしたらの前に。看板で遊ぶなたけし、やっぱりそうだよ。あ、こっち行けないわ。あ、行けるようになった。あ、なんだなんだなんだ、ハリーアップ言われても、どこ行くんだ。あ、あ、来てる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 、逃げよう逃げよう、多分こっちでやってるよね。あー、来た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 、おいで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 、みんな早く、あー、やられちゃってる。うわ怖え、なんだこれ。俺透明なトーマス通ってる、怖かった今。うわー、すんごいのが来てるよこれ後ろから。逃げよう、早く早く早く、向こう側行くんだ。体力は完全回復しますね。はい、ちょっと照らしてあげたいな。すごいシュールだった今。たけしのこの角というのパンからさ、今トーマスが見えましたね。何ここのギャラクシー、どうなってん、まっすぐでいいの、えこれどうなってんのこれ。トーマスは、あ、来てる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 、ちゃんと来てた、危ないよ、逃げて逃げて、たけし早く、もう死なないわよ私は、急いでいくんだからね。はい、うわ、ちけえ！たけしのパン越しで撮影してる場合じゃなかった。引っかかんなよ。たけし、君はパンでいつも引っ掛けちゃうからね。よし、オッケー。いいぞ。さあ、そろそろ出口なんじゃないか。うわー、近いな。
前もね、トーマスのぶっ飛んだステージいろいろやってますから、それも踏まえて見てみてください。危ないぞここ。川のなんかさ、グラフィックというかロブロックスに珍しいですね。ブニュブニュしてる、はい、波打ってますね、ちゃんと。はい、ちょっとスタンドバイミーごっこできるこれ電車が来たーっつって逃げよう逃げよう、あの白い光を目指せみたいな感じなのかな。なんか出たぞ。え、なんだったの今の。ここにいましたよね。そして誰か消えちゃった。チャッキータケシかな。大丈夫か。大丈夫ではないな。こっちは。バジェック。怖いよ。音でかいなこれ。はい。てかこれ何？今まで、あ、仲間たちじゃないこれ。うわ、まだ来てんだ。ほら。絶対そうだ。早く早く早く。すいませんね、ちょっとプロ魂が出ちゃって止まっちゃって映したくなる。いけるかこれ。あー、いけた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 。よかった。どここれまだいたの。え、ちょっともうこれ遅くこれ。あー、ちょっと待ってよダイナミックに爆発しすぎだろ。大丈夫、うん、大丈夫ではないか、うん、3回目来たぞ来たぞ来たぞ。ほら、みんな逃げるぞ。準備よろしい？たけし？さあ、ほらみんな、こっちおいで。よし、行こう。行こう行こう。はい。一応触れないで行こう。なぜか死んじゃったからね。はい。ちょっとね、これはサムネを取りに行っております。よし、オッケー。危ない危ない危ない、見えねえ見えねえ。全然見えねえ。見えない、なんかどうにか行きましたね。よし。さあ、どんどん行って。転がってきてんぞ、これ。気をつけろ。よし。なんかさっきより難易度上がってない？熱い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 。燃えてんのかなと思ったらうまい。何しろ、どこに登ってんだお前。たけし、異空間に行っちゃいましたね。はい、危ない危ない。何しろ、たけし、突っかかってる場合じゃないって。あ、これがボムなんだね。気をつけろ。おい、うーわ、近かった。めっちゃ近かった。角で突き刺してる場合じゃなかったね。はい、逃げるぞ。よし、このサムネ回もね、クリアしちゃいます。よし、オッケー、出てきましたね。なんかこれ、たけし以外全員消えちゃった気がするけど、カニたけしと僕だけ大丈夫か。はい、このサムネ界はカニたけしとたけしで頑張っていきましょう。ほら、二人三脚で共に歩もう。カニたけし頑張ろうな。さあさあさあ、逃げていきましょう。あいつはどうやって走ってんだ、あの螺旋階段中の螺旋階段を。あっべっ、ほら二人三脚だ、頑張ろうな。はいはい、ちょっと怖く怖く、ボムがあるから、うん、完全にこれ爆風に巻き込まれたよね当たってねえもん。あ、じゃないよカニタケシ、カニタケシ面白いな二人三脚だからな、仕方ないよね。だから何回工事すんだお前は。ペンギンタケシ、はーい、あ、カニタケシとペンギンタケシ、あー、なにこれめっちゃ癒しなんだけど。かわいいな、この二人。あー、よしよし、いい子だぞスマホたけしがいるぞ、少年なんだこれかわいいな、スマホたけしも。はい、後ろがなんかゾゾスーツみたいになってますよ。怪我たけしに限ってはもう怪我するとこなくなっちゃってんじゃん。な、何やってんの。怖い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 、この二人のコラボ怖い、やめて。はい、指名手配、チャッキーたけし、クッキーモンスターたけし、怪我たけし、怖いよ。大丈夫かー、仲間がやられちまった。ぶっ、これ何回もびっくりするな。ちょっともう、なんで先陣切ってる人みんな爆発するの。大丈夫か後ろに行ってるんですがね。爆破しないで、みんなスマホたけし。ちょっと全員散っちゃったよ。大丈夫か、クリマロンたけしだけだね。もうこの爆風に巻き込まれるのよ。あ、待って、クリマロンたけしの向こう側になんか別のたけしがいますね。なんだこの子は、平方たけしかな、かわいい。はい、ちょっと待って、こっち側行きましょう。あ、手振ってる場合じゃねえぞ。こっち行けねえな。あ、行けた行けた、よしよし、あれあれ、こっちはみんな、ほら、やつはどうなんのあれ、すり抜けてんね。あれあれ、ギリギリだったな今。これ面白いね、よくできてんな。たけし、平方たけし、クリマロンたけし、2回やんな。
ヘイホタケシ、これ大丈夫、この光目指せば。うん、大丈夫だよね、だってこれ2回目だもん。はい、あ、行けました。2度目のクリアですね。はい、爆発した。なんだこの終わりは。待って、カミングスーンってある、これひょっとしたらアップデでなんか別のバージョンのトーマスステージが追加されるのかな。ねえ、これも楽しみにしましょうか。はい、ということで今回いかがだったでしょうか。トーマスめちゃくちゃ怖かったね。なんか最初のさ、あのなんか奇跡的なクリアだったのかもしんない。うん、なんかね、クリアサムネ撮ろうと思ってね、何回かねチャレンジしたんだけど、謎バグがね多くなっちゃって。そう、たけしがさ、あの電車突き抜けるところとかあったじゃん、あのねバグ死とかもあったし、なんか走ってる時に急に死ぬとかも結構あったんで、ここのサバは鮮度が良くないと多分危険な地帯になるんでしょうね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。